今回はね、5月の24日で、まあチャプター5、シーズン3になったもんだけど、今結構噂されてるやつっていうのがあるんよね。だから今回は、来シーズン関係の今噂されてる、バトルパス系やコラボ系、あとはこの機能が来るよとかね、そういうやつについて紹介していこうかなって思います。まあ当たってんのもあれば、外れてんのもあったもんだけど、まあ、ぜひね、最後まで見ててください。まず一番最初はね、まあ今、ハデスとか、あの冥界とかにさ、緑色の川っていうのがあるじゃん。あれっていうのがマップ全体に広がるって風に、リーク情報があったね。そして、チャプター5シーズン2に入った時にね、この画像っていうのが見つかったんよ。まあこれがね、来シーズンを表してるんじゃないかって言われてて、今のところ、アポカリプス、まあ、大災害とか、あと、週末とかのシーズンになるんじゃねって風に言われてるね。あ、そして、このさ、緑色の川がもう明らかにさ、ちょっと、やばいことしてるじゃん。だから、まあ、そういうのを守る、マスクとか、つけてる系のスキンが登場するんじゃないか、みたいな。ちょっとね、そういう系のスキンが来るんじゃねって風に今言われてるね。まあ、もしね、本当に広がって、この画像の通りになるなら、まあ、全然来てもおかしくはないよ。そしてね、最近公開されたので言ったら、今年のロードマップっていうのが出たと思うよね。まあそれがこれで、チャプター5シーズン3の画像っていうのもあったんだけど、まあここに映ってるやつらも登場するはずだね。まあ、真ん中にいるちょっと緑色の紙っぽいやつはこのどちらかのスキンなんじゃねっていう風に言われてんね。まあコンセプト画像が元で最近バトルパススキンっていうのは作られてから、まあどちらかにはなりそう。そして右の黄色いやつが新しいピーリーなんじゃねっていう風に言われてる。そしてその後ろのやつはまだ判明しないんだけど、手前のやつよね。これは、クリスマスの時に来るさ、あの男スキンに、まあ、サンタさんに似てんじゃねって言われてんだけど、こっちはバトルパススキンだから登場はほぼないと思うから、まあ、どんな感じなんだろうね。けどまあ、ここに映ってるやつらは、もし本当のね、本当にこの画像があってんなら、登場するはず。そしてね、フォートナイトのコンセプトスキンって言ったら、結構ね、食べ物系のスキンっていうのもあるよね。まあ、その辺がね、来シーズン来る可能性はある。なんかちょっとさ、そういう系統のさ、スキンっぽくも見えるじゃん。なんかこっちなんてもうさ、川のせいでこうなったって言ってもさ、全然おかしくないじゃん。ワンチャンこういう食べ物系のスキンも来シーズンから来たりするかもね。そしてね、次はね、最近、4ちゃんでね、とあるね、画像っていうのが出回ってるよね。それがこれ。前から言われてたパイレーツ・オブ・カリビアンのコラボレーションとソニックのコラボが来シーズン来るっていう風に言われてんね。まあ、この4ちゃんの情報によると、まあ、匿名がリークした情報なんだけど、まずね、パイレーツ・オブ・カリビアンが7月に、そしてソニックのコラボが6月に来るかもっていう風に言われてんね。まあ、これはちょっとね、偽物感あるかなとは思うんだけど、けどちょっと本物っぽいっちゃ本物っぽいかなんとも言えんよね。そしてそう考えたら4ちゃんで見つかったって言ったらこのロードマップに載ってねえよって思う方もいると思うんだけど、今後来るはずのヒロアカコラボもこのロードマップに載ってないから、これはちょっとあんま関係ない気がする。まあ全然来る可能性はあるっぽいね、ソニックが。そしてパイレーツ・オブ・カリビアンも楽しみだね。ワンチャンね、バトルパス好きになったりするんじゃねって風に言われてるけど、まあ7月って考えたらシークレットスキンはないのかな。まあ、この2人がね、ワンチャン来シーズン登場する可能性があんね。まあ、パイレーツ・オブ・カリビアンはほぼ確定な気がする。ソニックはちょっとまだ微妙なラインかな。そしてね、来シーズン来るってなったら1個確定してんのがあって、それがフォールガイズコラボだね。まあ、前までは5月中だから今シーズン来るかもってあったんだけど、まあ、夏に延期されたってことで、まあ、来シーズン中には来るっぽい。まあ、今んところね、どんなのが確定してるかっていうと、まずね、バトルロイヤルにフォールガイズのミニゲームが登場するみたい。まあ、多分バトロワ以外にも限定モードとして来ると思うんだけど。まあ、どんなのかっていうと、チャプター2シーズン7にね、なんか UFO みたいなやつに連れ去られてミニゲームを強制的にやらされるやつがあったんよ。あれに似たようなやつが来るっぽい。バトルロイヤル中にガイズに変身して敵プレイヤーとフォールガイズのレースができるっていうのが来るっぽいね。バトルロイヤルに。なんかすごそうよね。そして、
多分それのモードっていうのも来るはず。他にはフォールガイズとのコラボレーションに関する一連の文字列をファイルに追加したらしい。まあ、フォールガイズキャラクター専用のエモート、バトルロイヤルでフォールガイズの戦利品ドロップ、フォートナイトのフォールガイズスキン、あとはクエスト、この辺も判明してるっぽいね。なんかマジでね、バトルロイヤルにも関係してくるし、限定モードとかも来るっぽいから、マジでこれ楽しみ。そしてね、次はミニイベントだね。まあ、可能性のある来シーズン、シーズン3のミニイベントっていうのがあって、今シーズンっていうか前シーズンに、パンドラの箱を開けるミニイベントみたいなのあったじゃん。まあ、なんと今回はね、プレイヤーが壊す必要のある砂時計っていうのが登場するっぽいね。まあ、それをね、多分破壊するミニイベントっていうのが来るっぽい。まあ、雷雨のアニメーションっていうのがあるっぽいね。まあ、次のアップデートぐらいなのかな。で、まあ、多分いろいろ詳細は出ると思うんだけど、まあ、今回もそういうミニイベントっていうのが来るっぽいね。まあ、前回って確かさ、1時間ぐらいで終わっちゃった。1時間じゃねえや。1日ぐらいで終わっちゃったよね。多分1日もかかってない。まあ、今回はどうなんだろうね。まあ、砂時計を破壊するイベントっていうのが来る可能性があるっぽいね。これちょっと楽しみ。そしてね、ワンチャンコラボするかもしれない作品っていうのが1個あんね。まあ、フォートナイトって最近いろんなマーベル系のスキンが来てって思うんだけど、まあ、最近で言ったら、ハルクとヘラが来たと思うよね。まあ、その前だったら、ちょっとバンドルみたいな、パックみたいに来たじゃん。そういう感じでね、7月の26日に、まあ、海外、まあ、アメリカで、デッドプール3が公開されるらしいよね。その時に、デッドプールの新スキンが来るんじゃねって言われてる。まあ、この2人のスキンって言ったら、両方ともバトルパススキンになってんだけど、最近ね、パックでバトルパススキンのやつがちょっと見た目が変わって登場したよね。ちょっと名前が思い出せない、木のやつ。まあ、そういうの考えたら登場しても全然おかしくなくて、運営って、まあ、映画が公開される、ゲームが来るとか、そういう記念にコラボスキンとかを出したりするんよ。だからワンチャン、まあ来シーズンの後半かな、7月の26日あたりに新しいウルバリンとデッドプールが登場する可能性があんねん。そしてね、次は今運営がね、新しく開発してる機能っていうのがあって、それが来シーズン来る可能性がある。それが車の、まあ、車両のハイジャック機能だね。まあ、敵の車を乗っ取ることができる機能っていうのが来シーズン登場予定みたいだね。まあ、なんか来シーズンってさ、もうマジでさ、見た感じ無法地帯みたいなさ、結構やばいシーズンになりそうじゃん。なんかシーズンと合っててマジでいいよね。で、そう考えたらさ、来シーズンのテーマっていうのも合ってそうじゃない。そしてもう一個ね、とある文字列が追加された。まあ、今回のバージョンで、ウォールクライミング、壁登りの文字列っていうのがさらに追加されたっぽいね。まあ、多分すぐに来るってことはないと思うんだけど、チャプター6あたりで登場するかもって風に言われてる。まあ、車のハイジャックね、結構面白そう。まあ、今のところ噂されてたり、確定してる。そして来る可能性の高い系で言ったら、こんな感じかな。まあ、多分次のアップデートとか、今後もっといろいろ情報出てくると思うんだけど、マジでね、今の情報だけでもめちゃめちゃ面白そうだね。なんかもうマジでもうさ、めちゃめちゃやばいシーズンになりそう。まあ、これっていうのが、まあ、大体1ヶ月後ぐらいに、ついに来るっぽい。